アツコ。憧れの魔女シャリオンを目指してルーナノバ魔法学校に入学したの。授業も難しくて毎日大変だけど、ロッテやスーシ、他にもたくさんの仲間たちと出会って、少しずつだけどシャリオに近づいてる、そんな気がする。そしていよいよルーナノバでの初めての夏休みが来ると思ってたんだけど、千年も続く魔法学校ルーナノバ、そこで次々に怪事件が巻き起こる。その名もルーナノバ七不思議。そして図書館の奥で偶然見つけたのは、時を操る禁断の部屋、ホロロギウムの間。この事件、私が何とかしないと。まるで私たち以外の人たちが同じ日を繰り返してるみたい。人だけじゃないよ、育ててるキノコの成長も戻ってる。それってもしかして時間が戻ってるってこと？大丈夫、なんとかなるよ。今度は UFO だってさ。あの扉なんだろう。引いてダメなら押してみたら。よし、繰り返される一日の一つや二つや三つや四つ、いや五つや六つ、いつものルーナノバを取り戻すためやってやろうじゃない。リトルウィッチアカデミア、時の魔法と七不思議。ドキドキのワクワク。